1939, ça te dit quelque chose? Joseph. スペイン内戦から逃れ、フランスの収容所にたどり着いた画家ジュゼップ。そこで見た現実とは。ネグロ、ブランコ、ドゥロ、ビオレント。C'est pour vous.有刺鉄線を越えた友情、そしてフリーダ・カーロとの恋。激動の時代をペンを握りしめ生き抜いた男の感動の実話。ジュゼップ、戦場の画家。